はい、どうもシャロンです。というわけで、ね、今回はですね、ドゥン古代ドンファンということで、まあ、これね、俺カードリスト発表の時は正直そんなにパワー感じてなかったんですけど、まあ、余裕で見逃してたっぽいですね。これなんかガチで強いっぽいじゃん。ね、俺も弱いと思ってた。これガチで強いっぽくてすごい話題になってるんで、ちょっと今日ね戦ってみたいと思います。友達曰くね、リザードンにねあんま勝てないみたいなことも言ってたんで、いやいけそうじゃねえと思ったんで、ちょっとまあリザードンとね試しにやってみたいなと思います。お願いします。お願いします。最初はグーじゃんけんぽい、対抗しょい、先行。はい、なし。はい、OK です。なんか高校からも一応さ、サポ使ってさ、技使えるからさ、ちょっと高校説もあるのかって一瞬悩んじゃったけど、まあ王林もあるかどうか問題あるからね。まああとでダブルターボ引けるとは限んないから、うん、まあ普通に先行の方が安定かなと思って先行にしましたね。はい、お願いします。お願いします。1番にします。第一の器使って超エネルギー切ります。はい、このデッキなんかエネルギーどうでもいいっぽいんだよな。だから一応塔と超にしてみたけど、うん、なるほどね。2枚回収、はい、で、ネスウォール使って、はい、ここはね月光画にします。で隠し札、はい、どうぞ。はい、2枚、はい、トリッキングシューズ使って、はい、手札か手札、はい、でダブルターボ貼ってボールターン使います。はい、順調だな気がする。これで終わりです。はい、あーボールターンありがとうと思ったけど、うん、トップポフィンだったわ。変わんなかった。で、まあ、ここはねそんな展開しないですよ。もう LO 分かってるんで、うんうんうん、でポッポとあとも蝶が見えたから、あミミッキ来るんでしょっていう感じで、あ一狩りをそこまで読んじゃう。蝶古代いなくない？いない。はい。はい。で、番終わります。じゃあ行きます。お、なるほど。じゃあボールターン使います。はい。偉大な牙、呼んできまーす。で、トップで引いたオーリム使います。はい。裏に貼ります。順調、オブ順調。3枚引きまーす。はい。お、やばいな。謎の手札。そしたら手張りをしておきまーしょう。はい。じゃあこれで技使います。地盤崩壊、はい、このターン古代のサポートを使ってるんで4枚トラッシュですね、はい、1おっどうでもいいエネはいい、ね、あ逃げ札もいいね、はいはいはい、後々に関わるかも、はい、1枚引きます。不思議な雨で美女と進化します、はい、でまあハザード使います。結構動きいいね。でこちらのカード、こちらのカード、はい、こちらのカードからのアメリザードン進化煉獄支配で、まあさっき言ったようにねミミッキュがいるでしょうということで、まあミミッキュ警戒しながらも攻撃していくだけ。そうだね。はい、お願いします。はい、これでバーニングダークで倒します。1枚引きます。ボールターン、はい、使います。このデッキのボールターンマジ最強すぎ。てか前みたいに前ほどスタジアム割られないよな。あ、うん、いねえ。あれ偉大な牙が いねえ。探検家使います。6枚見て、あーいいね、いい感じいい感じ。この2枚を加えて、はい、これを捨てます。はい、はぁーつけていって、だるいやつだなそれ。はい、でこれで古代のサポートを使ってるんで、はい、地場法でお願いします。はい、1、あーおーいいね、あー釣り竿いいね、釣り竿痛いな、これマジでかい、はい、1枚引きます。マハサチ使います。はい、まあこのカードですね加えておきます。おい、でボスの指令で月光が呼びます。なるほどね。でエネルギーを貼っておいてバーニングダークで倒します。はい、失礼します。1枚、そしたら探検家使います。はい、6枚見てこれと、うん、これ、はい、コードラッシュします。はい、で待望の翡翠のヘビーボール使って、はい、いやこれねどっちも落ちてんだよねミミッキュがねいるんだけど、これねミミッキュだわ。はい、ちょっといろいろ考えた結果ミミッキュ出します。はい、どうぞ。手張りしますわミミッキュに。はい、でこれで、地盤崩壊使います。はい、1、2、いいね。あーまあなんじゃもね、うん、できれば落としたいね、まあ、
終わり。いいよいいよ。はい、1枚引きます。マッハサーチ使います。はい、まあこれかな。じゃあこれでカットお願いします。はい、はい、でバーニングダーク180点で耐えるのがさ、マジで偉いよな。そうなんだよな、これ2回、こっからはスイーパー打たない限りは2回攻撃しなくちゃいけないっていう。以上に。はい、いやこれね、意外とやることなくて、うん、悩んでいるんですが、まあ、とりあえず山掘るか。オーリム、ちょっとあんま強くない使い方ですが、はい、1枚だけここに貼って3枚引きます。はい、ちょっと悩んだ結果ピジョンと置いて、うん、森の踏み石貼ってきます。はい、これなんでかっていうと、まあ、結構もう古代のサポートがねトラッシュに行ってて、うん、なんかなんじゃもとかで止まるのが怖いんで保険で出しておきます。でこいつ倒されないと思うんで、ベルト落ちたから、うん、深いピジョット出しでいこうかなと考えております。はい、で、これでですね地盤崩壊オーリム打ってるんで4枚お願いします。1、2、あーリザードリザードでかくね。でもまあ釣りザードがあと1枚あるかもしんないんだよな。はい、じゃあ1枚引きます。はい、ロストスイーパー打ちます。うわー、でマナフィーは使わないでしょう。で、前を気絶しますと。だ、しかし、はい、こんな時のための壁のミミッキュなのか。でもミミッキュを出すと釣り竿から回収してそうね、こいつがやられるのか。じゃあピジョットか。ピジョット壁でいきます。はい、はい、で1枚もらいます。出しといてよかったでピジョットさんにつきましてはだるいんだよな実はまあ逃げてもアタックができるようにここに前につけておいて、うん、なんじゃも使います。はい、ここで来たか。はい、で3枚引きますね。6枚。でマッハサーチ、はい、でこれを持ってきます。でバーニングダーク180で180。この一旦はでかい。以上にいきます、はい、とりあえず第一の器を使ってボールタウンを捨てます。エネルギーを持ってきます。はい、で手割りしてシャッフルお願いします。はい、フィギュア使います。はい、7枚見てスカ。じゃあそのままスターアルケミー使います。はい、行ってくるのはこのカード。はい、で冒険家使います。はい、6枚見てこう捨てます。はい、で、釣り竿使います。偉大な牙と偉大な牙と超エネルギーをお願いします。はい、でボールタウン偉大な牙。はい、で逃げます。で特性使います。はい、消え去る翼でですね、これなぁむずいんだよなぁ。山札がまだまだあんのよ、困ったことにあれてかスイーパーでロストされたのってこれ。ああそうだ、これか、うん、思い出したんでこれをロストに一応ヒーローマントミミッキュ。うわー、いろいろだわそれ。降臨でいくわ。で、地盤崩壊。はい、1、あーじゃもういいね。うぅ、やめて。あー、なんじゃもだってか、まあいっか。はい、1枚いきます。はい、マハサチ今めっちゃ悩んでます。そのヒーローマントによってちょっといろいろ変わった。いや、ね、なんかボスを持っていきたいんだけど、はい、でもなんじゃもがもう今3枚落ちてるから、うん、最後の1枚はキープしておきたい。なるほどね、まあ、ハサーチ持ってきとかないと落とされる。そうっていうちょっと今葛藤生まれてます。落として持ってこなかった方持ってこなかった方落として。でもボスもまあ次のターンチャレンジあるか。まあなんじゃも加えるか。いや大事だからね、このなんじゃも加えるのめちゃめちゃ大事大事。はい、でバーニングダーク180点で180点。いや、だんだん山薄くなってきてちょっと危ないわ。1枚いきます。はい、でですね、ちょっと古代のサポートがねないんですよ、手札についにここに来て、うん、ついにミミッキュ出陣来たという気持ちもなくはない。まあ、これ渋々、うん、ダブルターボエネルギー貼ってのなんじゃもで。はい、じゃあ3枚いきます。はい、一応1枚取らしてボスとかがちょっと取らしに行く可能性あるんだよな一応それはちょっとだけ狙ってる。ダイナキは出します。はい、でピジョットも出します。はい、で緊急ボードもあります。はい、じゃあこれで地盤崩壊1枚だけ。はい、オッケー、きた。1枚引きます。はい、でマハサチ使
って、まあ、ほぼなんじゃもであろうカードを加えときます。はい。でもだいぶ山も薄くなってきたぞ。はい、これでバーニングダークで倒します。1枚もらいます。いやー、頑張れないか、これ。1枚いきます。古代。はい。で、オーリン。はい。ここと、ここ。はい。で、3枚いきます。で、バーリーがミミッキュ。で、一番崩壊。はい。あボス。ナイスナイスやばすぎる。マジかよ。激アツ激アツ、それは激アツよ。マジで。はい。じゃあ引きます。ちょっとそれはまずい。ちょっとそれは想定しなかった。あー、マッハッサー。待って、マッハサーチは。いや、マッハサーチやばい。本当にやばい。180乗って…いや、乗ってない乗ってない。こいつは180乗っていません。ボスの指令2枚熱っ。これでバーニングダークで、はい、180ですね。はい、1枚引きます。まあいいか、手帳使います。はい、で、戻すのがオーリム、オーリムでいいかな。オーリム、オーリム、はい、戻して、ポケギアで引き切れるんでポケギア使います。で、オーリム加えます。7枚以下です。はい、はい。で、オーリム使って、1枚だけ。1枚だけできる。できるね。3枚引きます。でだ。地盤崩壊。4枚。はい。1、2、3、4。はい。戻します。で、1枚引きます。今、デッキ3枚だから、リザード逃げます。はい。で、一影前に出して、これですごいスリザードを使います。はい。で、N2 枚とリザードを戻します。はい。で、マッハサーチでリザードを加えてそのまま進化します。はい、はい、じゃあこれでお願いします。はい、で、ヒートタックルで倒して自分に20ダメージ。ヒジョット前で1枚引きます。でだな、山が5枚、はい、やりますね。さすがに調整してますが、しかし、はい、これでいいのではないでしょうか。ピジョット逃げてミミッキュ前で行きます。はい。そしてですね、ネストボールを暇打ちして、はい。6枚だから、なんじゃも来ても大丈夫。なんじゃも来ても L をしない。はい。じゃあこれで、ゴーストアイでちょうど気絶ですね。はい、倒れました。はい。これね、俺、ボスが落ちたことにより、はい、手がないんですよね、これは。まあでも、どっかでね、落ちるっしょみたいなところはありますよ、やっぱ。じゃあ、リザード前で1枚いきます。私、ボス3枚あるんですよね。なんとね。そうなんだよ。これね、なんじゃもじゃなくて、ボスを加えてたら、ちょっとあったなっていう感じだな、これは。これで俺はもう、何も打つ手がないんで、投了ですね。はい、はい、ありがとうございました。まあ、俺は次のターン、うまく決めれなかったな。次、オーリム引けば、4枚削ってね、勝ちだったわけですけど、はい、まあでも結果ね、ミミッキュで詰ませることができたという流れになりましたね。うん、はい、というわけで、結構、ねえ、結構うまくなかった、俺。このヒーローマントをさ、ミミッキュをさ、温存するくだりとか、ちょっと上手だったね。ありだったね。うん、結構脳内では結構回してたんだけど、結構ギリギリの勝負でいけるな。まあちょっとね、カロリーがね、高いんでね、2試合目やんないですけど、このデッキはね、かなり強いみたいですよ。なんかパオジアンとかとりあえずもうめっちゃカモだと思う。うん。パオジアンだって、ブーストエナジーついてるさ、偉大な牙倒すのにさ、未然の4枚トラッシュじゃん。だから。SNもね、バンバン切っちゃうとなるだろうし。そう。鉄のカイナとか倒すしね、最悪。巨大な牙で。なんか。まあしかもこっちも倒されないと。うん。プリファイとか打ってきたらもう、オラっつって巨大な牙で倒すよ。もう、まあ、こいつ強いと思うんで、ちょっとね、デッキ解説結構自分でもね、デッキ考えてみたんで、解説します。はい、デッキ解説です。今回使用しました、偉大な牙 LO のね、デッキ解説なんですけど、まあ、このデッキね、結構いろんなデッキレシピがね、やっぱり出回ってますけれども、結構自分でね、考えて作りました。ポケモンは偉大な牙、ミミッキュ、月光がピジョットの採用となってまして、まあ、ビーダルがね、採用されてるレシピも結構多いんですけど、ハイパーボールがね、あんまり強くないと思ったんで、ハイパーボールないとね、ビーダルは出すことできないんで、まあそこの辺はね、入れなくても全然回るなということで、不採用としました。で、まあ、ミミッキュだけね、
まあ、選択枠というところのイメージなんですけど、やっぱこれね、動画でも活躍したと思うんですけど、これによってね、相手の、まあ、特定のデッキに対しての短期戦略を封じることができるし、あとはまあちょっとこっちがね、サポートがね、ちょっと使えなかったりとか動きが悪いような展開の時でも、ミミッキュがね、時間を稼いでくれる。緊急ボード貼ったミミッキュをね、とりあえず前に出しとけば安心みたいなね、対面もあったりするんで、一枚入れとくとすごい便利かなと思いましたね。あとまあこのデッキエネルギーが結構適当でいいんでね、まあ、超エネルギー入れて、ゴーストアイも打てるようにしとくと面白いかもしれないなと思いましたね。で、グッズがネスト、ヘビー、ライツ、トレッキング、ボケギア、釣り竿、手帳、ハンドトリマー、カウンターキャッチャーと入れてるんですけど、まあ、この辺はちょっとね、難しかったですね。カウンターキャッチャーね、結構強いは強いんですけど、まあ、手札妨害がそんなにできるデッキっていうわけでもないんで、結構なんか、相手もね、そんなわざわざノコノコね、カウンターキャッチャーでターン作ってくれるようなね、戦い方してくれるとも思えなかったんで、まあ一応3枚にしておきました。とはいえね、やっぱり相手のスタートポケモンが逃げね、重かったポケモンの時とかに、そいつをカウンターキャッチャーで呼び続けたりとか、まあそういう結構イージーな勝ち方もできたりする強いカードではあるんで、まあできればね、4枚入れたい枠かなとも思いますね。で、ハンドトリマー。まあこれもね、まあ、手札干渉できないんですけど、まあ、1枚あるとね、相手の手札がめちゃくちゃ手札多い時に、ナンジャモでの回復がね、しづらいというところでいいかなとは思うんですが、ぶっちゃけこのカードがなんかこう、効果あるっていうわけではないと思うんですよね。相手の結局残った5枚にいいカードは残されちゃうんで、そんなに効果的な1枚ではないと思うんですけど、やっぱ1枚あるとないととね、相手のこう、ナンジャモの手札回復のね、割合が変わってくるんで、1枚はね、最低限入れておこうがいいかなと思うんですが、まあ1枚でいいかなという感じの採用にしました。まあ大まかにそれぐらいかな。なんじゃも1枚だけ入れてるんですけど、まあこれはやっぱりピジョットでね、相手が手札にね、重要なカードがめまくってがめまくってっていうターンができてくるんで、それをね、一回なんじゃもで流してあげることによって、ボスの指令とかなんじゃもとか釣り竿とか大事なカードをピジョット EX 対面とかでも落としていけるようになるんで、1枚はね、入れた方がいいかなと思って入れてみましたね。はい、偉大な牙エロー各地で猛威振るってますけれども、皆さんもね、ぜひ、使ってみてくださいとは、まあちょっとあんまり言いたくないんですけど、すごい強い敵なんでね、試してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。